こんにちは。今回あの僕昔ですね、あの暇すぎて、あの田舎で暇すぎてちょっとパチンコしまくってた話っていうのですね、あの動画で撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。あの僕はあの、そうですね、19まで田舎で育ってて、 で、車も買って、本当にやることないんです田舎って。本当周り山に囲まれてて、まあ、東京からまあ、1時間半ぐらいとかなんですけども、それでも、すごい田舎のところに住んでたんですね。で、あの、暇な時とか、休みの日になると、まあ、やっぱり、あの、兄貴、兄貴もいるんですけど、うち、兄貴とかも、やっぱり暇すぎて、パチンコ行ったりとか、 で、親戚とかもやっぱりパチンコ行ったりとか、まあ親父とかもたまにパチンコ行ったりとかしてて、もうやることなさすぎるので、まあ結構あの田舎あるあるだと思うんですよ。まああの暇の時にパチンコ行ったりとかスロットしに行ったりとか、あのゲーセンはそうっすね、あんま回りなかったんですけども、やっぱりあのみんなパチンコ行きまくるみたいな。で、田舎あるあるでその田舎のパチンコ屋に行くと絶対に知り合いがいるみたいな。 同級生がいたりとか、会社の人がいたりとか。僕もパチンコ屋に行ってた時は、結構友達とかよく会ってましたね。友達に会ったりとか、親戚にも会ったことあるし、会社の人とかも会ったことありますね。やっぱなんかみんな暇すぎてパチンコやるみたいな。でも今は一切やんないんですけども、もう本当一切やらないですね。もうパチンコなんてもうやる気にもなんないんですね。本当今は。 で、なんでこんな話をしようかと思ったら、というと、まあ、この前、あの、実家に帰った時に、その車乗ってたんですよ、おいこと。で、その時に、あの、パチ屋のところとか、よく結構道路で通るんですよね、国道沿いとか。国道沿いとか通ると、結構大型店のパチー屋、まあ、900台ぐらい入ってるパチンコ屋があって、で、あの、駐車場がすっごくでかくて田舎だから。で、あの、土日とかに通ると、結構あの、満帆になってるんですよ、その、駐車場が。 で、僕もよく昔パチンコしてたなーっていう感じで思い出して、で、本当今思うとすげえ無駄な時間だったなーと思うんですよ。どれぐらいやって,かやってたかっていうと多分週に2、3回ぐらいやってたんじゃないですかね。で、僕は結構、あ、あ北斗の剣と、あの、花の刑事めっちゃやってましたね。 花の刑事、マジで面白かったですね、この時は。この時は面白かったって思うんですけども、今は全く面白いとは思わないです。まあ当たれば面白いですけど、ね、連チャンすれば面白いですけど、まああのー、今は別にやりたいなとかは思わないし、別にあの、他にやることあるから、あの、別に暇な時間はないっていう感じなんですけども、まあその思い出話で言うと、その、 北斗の剣と花の刑事と、あの、わかる方はわかるんですけど、あの、驚愕の黒げ危機一発っていうのが超ハマりましたね。これめちゃめちゃ面白いですね。あ、昔は面白かったんですけど、当時は面白かったんですけど、今あれば、まあ、今、もしあの復刻したらちょっとやっちゃうかもしれないですけど、面白いですよ、これも。まあ、普通にあの、ベタでエヴァンゲリオンとかは結構やってましたね。えば、あ、最後の死者とか好きでしたね。あ、最後の死者好きだったな。めちゃめちゃやってましたね、最後の死者。 で僕は冬のそなたがめちゃめちゃ好きだったんですよ。あの、強楽のパチンコの冬のそなた。冬のそなたはもう本当マジで面白かったですね。冬のそなた。まあ、あの、驚楽なのゼブラ柄が出ると熱いみたいな感じなんですけど、強楽ももうバンバン外すんでもう、何も期待できないですよね。で、パチンコで一番いい思い出っていうのはもうまあ、一応、まあ、なんだろう、雑談で話したいんですけども、 池袋でその僕昔あのなんだろうフットサルしてたんですよあの遊びで遊びっていうかまあ小猿って言って知らない人たちで集まってあのフットサルしようみたいな回があってで池袋でフットサルがあのこれ夜の10時ぐらいに始まってめっちゃ遅いんですよであの8時ぐらいかな暇すぎてパチ屋に行ったんですよねであの暇だから500円だけ入れて何だっけな義経物語みたいなやつやったんですよ で、500円で初当たり引いて、で、それから30何連チャンして、で、4万発ぐらい出たんですよ。で、十何万勝ちみたいな、あの、500円で。いや、あれもう本当、奇跡みたいな、あの、なんだろう。奇跡でしたね、あれは。今思うと本当に、もう最高でしたね。で、そんな感じであんなパチンコなんかしたも、結局あの、悪戦身につかずっていう言葉あるじゃないですか。 結局そうやってあの簡単に儲けたお金ってじゃあ儲けたからあのうまい飯食おうぜとか儲けたからあのうまい酒飲もうぜとか儲けたから一歩おごりようとかですねじゃあ儲けたからこの3枚の服買おうとかなんか3枚の靴とかなんか財布買おうとか言って結局あの仕組みになってないとか資産になってない儲けっていうのは結局悪戦身につかずっていう言葉の通りあの なんだろう死んだお金になっちゃうんですよね。なんだろうな死んだお金っていうか、まあ、結局あのですよでもあの例えば ebay で頑張ってお金を儲けたお金ってあの次の投資にしようとかですねあのブログとかアフィリエイトで儲けたお金をそのバンバンなんか欲しいもので使うんだったらまた新しいツール買ったりとか新しい本で勉強したりとかですね。 あのなんか新しい商品を仕入れしてなんか自分の環境を整えたりとかなんか使いやすい椅子を買おうとか使いやすいパソコンを買おうとか結局あの次につながる投資っていう感じでお金を使っていくと思うんですよ。だからあのパチンコっていうのはもうお金も なくなるし、時間もなくなるし、負けた時なんて時間もお金もなくなるって、しかもタバコの匂いとかタバコの副流煙っていうのがバンバン入ってきて体の何も悪いし、ずっと座ってるだけですので、やっぱり体のすごい悪いんですよ、パチンコって。で、たとしてももう悪戦なので、あの、やっぱりあの、浪費のお金使ってしまうと思うので、あの、生きたお金ではなくて、もう本当にあの、時間も何もかも、で、勉強もできないみたいな、何も身につかないのが本当パチンコだと今思え、思ったら、 あの本当、昔の自分、ぶん殴りたいぐらいの勢いですね、本当、ずっとやってたので、もうめちゃめちゃやってましたね、多分500回ぐらい行ったんじゃないですかね、パチはわ分かんないですけど。で、今思ったら、その500回行った時にあに、勝っても負けたとしても、多分トータルでマイナスだと思うんですよ、余裕で、トータルでマイナスで、で勉強もできなくて、体にも悪くて、であの資産、何も残んないじゃないですか。 今だったらネットビジネスでブログ書いたらブログの記事も残るしあのサイト作ったらサイトも残るしブログなんて作ったらも何年も残るじゃないですか5年に10年とか10年前に作ったとしても多分今10年後のブログであると思うんですよでもパチンコやった時ってあのじゃあ1年後2年後3年後に何か残るのって言ったら絶対何も残んないしただ時間もお金もあの考える能力も無駄にしてたなっていう感じでしたね で、その時の時間をブログ書いたりとか、サイト作ったりとか、本読んだりとか、勉強する時間に回したら、あの、今の自分っていうのは、あの、全く違う人間になってたなと思って、まあ、本当にあのー、なんだろう。本当に反省、反省、反省って感じですね。反省しかないですね。だから、なんだろう、もっと5年前とか10年前にちゃんとブログ、サイト作ったりとか、いろんなことしたら、今が本当、 なんだろうな何もしなくても月に何百万円入ってくるっていう世界に入ってたんだなと思ったら、まあ本当無駄なことしてたなって感じのお話でしたね。で、これもあのやっぱりあの車で通った時に駐車場が満帆だったんですよ。田舎の駐車場のパチンコ屋があのもう満帆だったんですよ。車がびっしり入ってて。で、その時にあこの人たちこんなことしても何も残んないし今が楽しいだけで でもあの何やってんだろうなって思ったんですよね。だったら、その休多分土日だからパチンコしかやることないと思うじゃないですか。でも僕が今田舎で住んであの土日何やるって言ったらもうパソコン1台あればあのそのままファミレス行ったりとかカフェ行ったりとか図書館行ってあのずっとあのパソコンでネットのネットビジネスの作業っていうのをどん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 作るので例えばこの YouTube とか撮ったらその編集はしないけどその概要欄に文字打ったりとか アップロードのの日にち設定したたりりととか、かその題名作ったりとかで、きるんでで、すよ。であのブログ、YouTube も1日2つ貯まれば、2つ作れば月に60件貯まるじゃないですか。で、その60件というのも YouTube がなくならない限りはずっと残るので、あのパチンコやっても何も残んないんですけども、まあ、こんな感じであのネットの資産、資産、資産って感じで資産をどんどん作れば、あの今後ですね、あのマネタイズできる仕組みっていうのはどんどん増えていくので、 ま、あの、無駄な時間を使うのではなくって、まあ、こんな感じでブログ書いたりとか、あの、e、ebay で出品したりとか、まあ、メルカリやフォークでもいいので出品したりとか、まあ、youtube の動画撮ったりとかですね。まあ、そんな感じで、まあ、どんどんアウトプットアウトプットって感じで、で、あの、ちゃんと形になって残るものっていうのをですね、あの、どんどん作っていければいいんじゃないかなと思っております。じゃあ、こんな感じでした。ありがとうございます。